みたいこの映画ありがとう。アイスありがとうございます。こんばんは、お疲れ様です。アシシカカタンありがとう。アイスたくさんありがとうございます。こんばんは。でもこれもう一種類とタオルもあるんだけど、私はちょっとこれだけゲットしました。可愛くて、もう一個は多分後ろにクロノス社のロゴがあるやつもあったんだけど、ちょっと日常使いできるのはこっちかなと思ってこっちを買いました。可愛いハンターが。私 M なんだけど、これが M しかなくて S がなくて、そう両方可愛かった。ちょっとさすがにね、散財しすぎになっちゃうので、さすがに我慢しました。一個にアイスありがとう。日常使いリハギ可愛い、マジで。え、M 買ってくれたの？クロノス社の方。え、でもね、大きくない、全然ちょうどよかった。私で、私はちょっと T シャツダボダボめが好きかったから、全然ちょうどよかった。だからでもファンの方は M だったら多分ちっちゃいと思う。ユネで M ちょうどいいから。はい、ありがとう。足遅いんですよ、それが。アイスありがとう。昨日からこれが発売で、もうどうしても欲しくて、なんか一応ちゃんとなんていうの、見なんか売ってるとこ調べて、売り切れちゃいけんと思って、その日に買いに行きたくて、そうリーナに連絡して買いに行きました。ママの返信で感想送って、ありがとう、感想送ってねって送った返信にぜひ皆さん感想送ってください。アイスありがとう。そう、どこでも売ってるわけじゃなくて、多分デカめのドンキにしか売ってない気がする。こんばんは、アイスありがとう。見せてありがとう。映画まだ見てないので、マジみんなにネタバレ注意、ネタバレしないでください。私はちょっと東京のツアー頑張ってご褒美に見たい。まだ見てないので、マジ見らないでね、本当にやないでね。振りとかじゃなくてマジで怒るからね。アイスありがとう。やばい、眠いよね、めっちゃ眠い。マジ明日早く起きないけん。アイスありがとう。こんばんは、アイスありがとう。やばい、コメントがぼやけてきた、眠たすぎて。まだ S コアに当選しない？あらら、大丈夫大丈夫、当たる当たる、いつか。楽しかった、ありがとうございます。ありがとう、アイス。明日本当にもしかしたら起きれない可能性があるので、ちょっと今日公演で疲れて睡眠ちゃんと取る可能性も考えられるので、あの絶対にハッシュタグ原ゆうねとかつけて、あのそっちのこと書かないようにお願いします。明日の朝見ちゃうからやめてね。もしかしたら早起きできないからね。いい席だったね。ありがとう、アイス。お、サイン会当選、え、どうでしたか皆さん、サインと抽選と
チェキか。どうでした結果は。サイン当選した。おおめでとう。一つずつ当選した。チェキと抽選外れた。あららあらら。うん、2時がねあるからみんな多分10時とかでしょ、知らないけど。毎回1枚当選した。おいいね。やばい眠たい。サイン会も全部たくさん書くので楽しみにしててください。書けるものはいっぱい書きますので。タワーありがとう。目覚めた。ありがとう熊タワー。今日手紙が届いてました。さっちゃんありがとう。読みました。嬉しかった手紙。ありがとうタワーも。さっちゃんありがとうタワー。目覚めました。ありがとう。ありがとうだるまさん。サーティワンゲットあんの。すごっ。サーティワン何が好き。サーティワンいいんだよね。ポッピングシャワーが好き。ポッピングシャワー、ポッピングサワー、どっちだろう。ね、目覚ましより強力だね。こんばんは。ラメの硬さ。急にラメの硬さ。私は肩です。肩が好きです。ちょっと固めが好き。食べるのがそんなに早くない。いや早い方が伸びちゃうのが嫌なので肩でつまみます。ポッピングサワーになったらお酒になっちゃう。ありがとう。アイスありがとう。早いけど、うん、肩が好き。バリ方はしない。コンビニのレジでお願いしますって言わないの。言うのが当たり前だと思ってた。お願いしますって言っていつもね、こう商品持ってきてお願いしますって店員さんに言うんだけど、お願いしますって言う時にさ、店員さんにおはようございますって言って出しちゃって恥ずかしかった。昨日の X あげてたので、なんかちょうど言うのが朝ごはん買ってたの。カフェオレとパン買ってて、だからああ今日はいい朝だな、朝ごはん、あの朝早起きできて、その練習しようと思って朝、昨日の朝練習しようと思って、でも練習する前にちょっとお腹空いてたし、朝ごはんコンビニで買っていくかと思って、あ今日はいい朝だって思って、朝早く起きて練習も午前中から練習するなんていい日だって思ったら、すごく元気よくおはようございますってパン渡した店員さんに。ありがとうアイス。間違ってはないけど、だいたいお願いしますじゃん渡す時って。店員さんあおはようございますみたいな。店員さんは女性の店員さんでしたね。あって一瞬あってなってた。なかなかいないじゃん多分そんな。お願いしますは言うこと多くても、おはようございますって元気な声で言われることあんまないじゃん。あって一瞬なってたけど、おはようございますって返してくれて。アイスありがとう。ありがとうアイス。びっくりするよね。さらに多分さ、あの普通に言うて、なんて言うんだろう、私が練習始めるのが大体昼ぐらいから自主練始めるけん昼やけど、別に言うてそんなに朝早いわけでもない。朝6時とか7時とかっていうわけでもないのにさ。ただなんかこんな午前中から練習するっていうことになんかいい気分になってただけでさ。
アイスありがとう、ハートありがとう。さあ、なんかメロンパンもさ、新発売のメロンパンで美味しそうでさ、なんか結構気分高くて。アイスありがとう。そう、なんかいい気分だった昨日、昨日の午前中。おお、すごいアイスがいっぱい飛んできた、ありがとう。メロンパン美味しいな。なんかあれもなんかメロンが入ったメロンパン、多分メロンは入ってないけど。え、なんかね、メロン新発売に食いつかっていうより、なんかクリーム入ったメロンパン好きなんだよね。わかるなんかメロンパンの中にクリーム入ってるの好き。やばい、せっかくタワー投げてくれて目覚めたのに眠くアイスありがとう。10分しか持たない申し訳ない。アイスありがとう。ありがとう、アイス、こんばんは。外出中にね、備えて早く寝なきゃ。7時頃みたいなんだけど、わからん、何時かも。アイス、ありがとうね。あと、ありがとう。飲み会で酔っ払いでしたね。あらら。飲みすぎ注意ですよ。またありがとう、アイスありがとう、こんばんは。札幌のツアー、うわいいな、北海道行きたい。アイスありがとう。きょうちゃんにジャガポックル買ってきてって言ったけど覚えてるかなジャガポックル大好き、美味しくない？アイスありがとう。え、直接会いに行ったの？ジャガポックル、ジャガポックル大好きなんだけど、マジ美味しい。でもなんかあれで似てる、なんだっけ、やばい名前出てこない、ポテトのお菓子大好き、あれ、あ、名前が出てこない、ジャガビー、ジャガビー、ジャガビーじゃない、ジャガリコじゃない、ジャガビーか。あ、味噌ラーメン食べたい、ラーメン食べたい。あ、ジャガビーだ。なんか英語で書いてくれたらなんかピンときた似てない？ジャガビーのさ、なんだっけ、醤油味みたいな、なんだっけ、バター醤油味みたいなのあって、めっちゃ美味しいな。5袋買って1日で食べたえ、この時間のラーメンはね、さすがにダメと分かっているので今日は食べません。明日の逃走中に備えて、明日の逃走中見ながら好きなものをたらふく食べる。逃走中を見るときはもう本当に好きなものをたらふく食べていいので、私はちっちゃい頃からもう好きな、ちっちゃい頃から逃走中があるってなったら、その逃走中って大体さ1ヶ月前かさ半月前、1ヶ月前から半月前ぐらいには分かるじゃん、その放送があるってってなったら、もうそこからもうお小遣いをめっちゃ貯めて、もうお菓子をいっぱい買って、そのお小遣いで、でそれを食べながら逃走中を見るっていうのが楽しい時間だった。だから逃走中の日はもう何食べてもいいし、ちょっと贅沢してもいい日そう、
もうめっちゃおかしかって、ちっちゃい頃夢のような日だから夜中からしてもらう盗撮が放送される日はなんか遠足みたいな、お前なんか300円分お菓子買っていいよみたいな感じそうスペシャルで本当にアイスとかも買っちゃってわあアイスか、アイス買ってない今日悔しい。あ、なんで明日の朝に向けてアイス買っとくんだった。お菓子は買ったのね。アイスどうしよう。早起きしなきゃいけなくなってしまった。笑顔に釣られそうです。やったー、嬉しい。朝からアイス食べて、逃走中がある日は何でもいいから、何でもあり。朝からラーメンとか食って、ラーメンして見てる好きに、もし見逃しちゃいけないから、ラーメンはちょっと食べか。こんばんは。あ、袋麺茹でるのでもいいです。あ、福岡のツアーでうまかっちゃん買ってこようと思ってたんだった。それも忘れてた。ヨーグルトも買えなかった。1個しか帰りの新幹線で飲んだんだ。逃走中があることを忘れてた。何をしてんだ。絶対にヨーグルトは逃走中と一緒に飲むべきだった。悔しい。アイスありがとう、ハートありがとう。うまかっちゃんめっちゃ美味しくない？大好きなんだけど、うまかっちゃん最近食べてないな、うまかっちゃん。ありがとうアイス、レンボさんありがとう。意外と言ってるんでしょ。私見たことないんだけど、ヨーグルト売ってんの。リクエストしたよ、あのあれ買ってジャガポックル買ってきてって言った。私あれも好き、北海道なんだっけ、カツゲーみたいな合ってる、なんか乳酸菌飲料、乳酸菌飲料好きなんだよね。ヤクルトとかも好きヤクルトのなんだっけ、ちょっと安めのヤクルト、クロレラみたいな、クロレラ大好きだったあれ。クロレラピルクル、ピルクルだっけ、なんか悪くない、100円ぐらいで割といっぱい入ってるやつ、ちょっと安めのヤクルトより安いやつ。大好きだったあれ。ピルクルだっけ、なんかそういうのあるじゃん、ああいう系の飲み物大好き。そう、ソフトカツゲームヨーグルトみたいな味に近いかも。去年のツアーで発言飲んで、なんだっけあるじゃん、北海道限定のセブンみたいなコンビニ、あれ見て、あーってなった。なんだっけあれ、なんだっけ、あのあ、それでセイコーマート見てテンション上がってたセイコーマートで発言買った。ありがとうアイス。え、直接会いに来てよ、おいで。埼玉にもあんの、何が
何がソフトカツゲン、ヨーグルッペ、どれだ。アンバサってなんだっけ、聞いたことあるよ。アンバサってなんだ。ありがとう。そういうなんか乳酸菌飲料大好き。え、埼玉にあるのセイコーマート。え、すごっ。北海道限定じゃないのあれって。茨城にもあると。アンバサ炭酸か。あ、そうなんや。あ、スコールね、大好きだよスコール。聞いたことない。でもアンバサ飲んだことない。飲んだことはないけどスコールは大好き。聞いたことある。でもありがとう。アイス、スコール美味しいよね。なんかね、美味しいよね。好き、スコール。あ、スコール飲みたい。いや、私がちっちゃい頃スコールのさ、なんていう、それこそなんかムースみたいな感じでさ、袋に入ってるアイスがあったもん。それがちっちゃい頃大好きだった。駄菓子屋さんに行ってそれ買って食べてた。食べ話だったら飛んだ、だいぶ。でももう眠い。明日逃走中やけん、もうそろそろ寝ないか。当たり、え、わかる、スコールのアイス。誰か分かって。本当ありがとう。なんか袋に入ってる。会いに行ってみたいけど移動時間がなくてオンラインがあったらいいのに。こういう場合はどうすればいいんだろう。オンラインがあるかな。会いに来てほしいしお話ししたいけど、でもこうやってショールーム見てくれてるのも嬉しいです。ありがとう。オンラインお話し会とかあったらぜひお話ししましょう。ね、オンラインはね、どうだろう。ありがとう、アイスリンボスター、ありがとう。こんばんは。アイスありがとう。アイス、オンラインやったらお話ししましょうね。ぜひ時間があれば直接も会いに来てくれたら嬉しいです。ありがとう、アイス。ミスコールのアイス出てきた。でもね、ちっちゃい頃にしかなかったかな、わかんない。駄菓子屋さんあんま行かないからね最近。そりゃそうか。あんまいないの。今年の駄菓子屋さん毎週行ってる人なかなかいないか。あれも好きだった、ペペロンチーノ。ペペロンチーノ分かる、みんな。豚麺みたいな感じ、分かる。ペペロンチーノ、ありがとう。アイス、シャーベットっぽいのかな、もう覚えてないけど大好きだったことだけ覚えてる。え、なんで知らないの、みんな。駄菓子の60円ぐらいのやつ、60円ぐらい。私の時は60円だったけど今は多分違うんだろうね。80円ぐらいになってそう。え、ペペロンチーノ知らないの、みんな。そう、え、調べてみよう。ちょっと待って、え、ペペロンチーノって、ペペロンチーノで合ってる。え、待って、なんでみんな知らないの。待って、悔しい。ちょっとそれはありえない。名前が違う。やっぱペペロンチーノじゃん。え、九州限定なの。絶対違うって、絶対違うよ。え、
くて、そう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 、もうそれ大好きだった、ペペロンチーノ駄菓子屋さんに売ってて、それが でもちょっと高いから、なんかそう東京でしょ、だそうそうそう、え、パッケージ見たことあるでしょ、ありがとうアイス。何が好きだったかな、駄菓子マジペペロンチーノが大好きだった。あとクッピーラムネ、クッピーラムネ今でも大好き。いやマジで美味しい、いや食べたくなってきた。アイスありがとう、こんばんは。キャベツ太郎ね、わかる、キャベツ太郎美味しいよね。キャベツ太郎にマヨネーズつけて食べてた、ね、マジでカロリー爆弾食べてた、ちっちゃい頃マヨネーズをこのちっちゃいお皿に出してこうやってつけて食べてた。マジカロリー爆弾だよね、今考えたら恐ろしい本当に。あ、モロッコヨーグルも大好き。でも今食べたらなんかなんでこれ大量に食べてたんだろうって思っちゃった。ちっちゃい頃大好きだった。あ、きなこ棒も美味しいね。あとさ、グーチョキパーグミみたいな、知らない、どんどん焼きって。何、知らない、どんどん焼き、どんどん焼き、どんどん焼きって言ってる人、何それ知らない、調べてみよう。え、初めて聞いたんだけど、焼き、え、知らない、これか、あったね、知ってる知ってる知ってる、美味しいよね、からたまに食べたくなる。これどんどん焼きっていう名前だったんだ、初めて知った。ありがとう。ぷくぷくたい焼きわかるよ、私めっちゃ駄菓子知ってるな、そう考えたら駄菓子好きなんだよ。かわいい、ありがとう、嬉しい。やばい、半過ぎちゃった、終わりまーす終わりまーす。もう眠たいです寝まーす。そしたら順位発表しますね。てかすごい、2位の方のさ、カイニャンさんのアバターがすっごい豪華ですね、素敵、すっごく画面が揺れてて申し訳ない。ありがとう、アイス今通知来た、え、嘘、じゃああと5分喋るねそれは申し訳ない。でも何喋ろう話題がない、なんか喋る話題ちょうだい、みんな。じゃ今日の今日の感想、今日の感想、ハーフツインの感想こんばんは、ありがとう。可愛かった、アーカイブ楽しみにしてて。よかった、不思議、またやろうかな。ちょっと跡がついてるので今日耳かけてる
まだ巻きが若干残ってるけど、もうほぼ取れた。おい、ありがとう。そう、ひめたんさんと仲良しです。次の公演は何をしようかな。髪型なんでやりたい髪型がいっぱいあるから楽しい。逃走中のこの T シャツはドン・キホーテ限定です。かわいい、ハンターかわいい。見て、ここにランフォーマネーって書いてます。かわいい。ありがとう、レインボースター。マジここの逃走中のロゴもかっこいい。映画のグッズ送りました。嬉しい、楽しみ。次の公演ぐらいで届くかな。もう一つのは買ってない。でこれ自分のお金でちゃんと買ったんだよ。そりゃそうかも。他に誰のお金が出てくるんだよって感じだけど。でもじゃあファンの方からもらったものばっかり来てるからさ、普段ファンの方からもらったわけじゃなくて自分のお金で買ったよって。こんばんは。ごめん。もう一つのくれて言ってません。でも送ってくれるって言ってた方いたよね。しょうがないけど。やった。後ろにクロノス社が書いてたの。やった。嬉しい。ありがとう、アイス。ハンガーは私さ、回収されちゃった。でもハンガーは私はあのこだわりあるので、お家のハンガーはあの色を決めてるので、ちょっとごめんけど、ハンターにはご退場してもらって、ちょっとごめんなさい。私のクローゼットこだわりがあるので。アイスありがとう。ね、ハンガーもセットって知ってたけど、まあいっかと思って、回収されちゃったからわざわざ言うのもなと思って。こだわりがあるので。こんばんは。ありがとう。ケータリング？福岡の話かな。福岡のケータリングはたくさん持って帰って、でもケータリング、福岡のケータリングの5分の1ぐらいは私の家族なのでまあいいかなみたいな。私の友達、こんばんは、ありがとう見に来てくれて。私の友達や家族がいっぱい差し入れ買ってきてくれたので。三日月は違うけど、マンハッタンとか、マンハッタン20個ぐらい超えて友達が担いできた。ありがとう。そういとこのね、そう写真、いとこが写真撮ってくれて、家族がいっぱい褒めてくれたから、ご機嫌な時に写真撮ってくれた。そういい友達です本当に。なんかいろいろ買ってきてくれてた。なんかやっぱ友達みんな福岡の子だっけんさ、福岡の方メンバーさんあんまおらんよねって言って、九州の方、まあ、お姉さんはおるけど、
岡の方は福岡の方じゃないけど福岡の美味しいものいっぱい持ってたらメンバーの方喜んでくれるかねって友達が言ってくれて、喜ぶと思うよって言ったらいっぱい買ってきてくれて友達がマンサが持ってきてくれた。ありがとう。リンゴさんありがとう。こんばんは。ありがとう見に来てくれ。ありがとう風呂敷。アイスもありがとう。このアイスのなんか今これ26万8000ポイントみたいなやつが30万ポイントになったらサーティワンもらえるんですかね、マンハッタン20個ぐらいまで持ってきたら重かったろうね。嬉しい本当に友達ありがとう。アイスアイスのやついつまでなんだろうが圧ではないんだけどいつまでなんだろうと思って。こんばんは。インスタのあれはあやちゃんです。あやちゃんにちゃんと許可を取ってあげましたので。福岡のワンピース可愛かった。嬉しい、ありがとう。アイスありがとう。明日まで、あら明日までなら無理しなくていいですごめんなさい、そんなこと聞いて。あと何日かいっぱいあるかなと思って。ありがとうアイス。この後のありがとうアイスはちょっと変なプレッシャーかけるね。ごめん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 、違う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 。ありがとうアイス、お疲れ様です。結構前からやってたの。ごめんなさい、気づいてなかった。アイスのギフト多いなって思ってはいた。嬉しいなアイスだと思ってたけどさて今もらえるって知らなかった。こんばんは。スモツ好きですよ。ありがとうアイス。頼んだスモツ。抽選会でまたチェキ当ててくださいね。頑張るね。でももうチェキじゃないのになっても恨まないでね。でもなんか抽選会のくじ豪華になってて。知らんけどなんか商品変わってて。アイスありがとう。なんかえらい効果でしたよアイスありがとうございます。こんばんは。ありがとうミラーボール。何のミラーボールお眠です。そろそろ終わろうかな配信。ありがとう。あ、目覚ましね、ミラーボールのねおもろ。メンボスさんありがとう。こんばんは。明日配信できるかな。できたらやりますねアイス食べたい。そうなんだかんだでね30分以上やってる。あとありがとうレインボースターありがとう。ありがとうハート。アイスもありがとう。
確かに逃走中見ながら配信っていうのはダメなのかな。ダメだよねやっぱりね、きっとね、わかんないけど、やめといたらいいよね。すっぴんだし朝だし。アイスありがとう。無意識の違う、サンディワン遅れって言ってるわけではないの、違うの、アイスが今食べたいの。こんばんは。ちょっとすっぴんで、すっぴんなのし、目悪いから眼鏡かけてみたいからやめます。しお菓子食べ、めっちゃお菓子食べながらみたいな。そう、この画面見ないけんけさ、ごめん。替え玉しますか、ラーメンかな、するよ。ちょっと一瞬も見逃せないのね。音消して逃走中見るとか何しようか分からん。でも解説してほしい、本当。でもごめん。本気で見ないといけないから。終わりますね。今度こそちょっと順位発表します。1位さっちゃん、こちらのタワーありがとう、アイスクリームタワーありがとうございます。最近配信見れてなかったら今日見られてよかった、ありがとう、タワーありがとうございます。おかげで目を覚めて配信できました。2位ファイトさん、ありがとう、素敵なアバターですね。2位ありがとう。3位レイさん、ありがとう、イエイ。4位はパンダくん、ありがとう。5位はゆのみんさん、5位ありがとう。6位はふくふちゃんさん、6位ありがとう。7位はラムさん、7位ありがとうございます。8位はダットさん、8位ありがとうございます。9位はロッドシフトさん、ありがとう、ありがとうだよ。10位はプラティパスさん、10位ありがとうございます。11位はスブタンさん、11位ありがとう。12位は豚足の大号令さん、12位ありがとう。13位はサワッチさん、13位ありがとうです。それでは、あ、順位変わっちゃった、大丈夫そうかな。それではおやすみ、アイスありがとう、バイバイ、おやすみなさい。